皆様ようこそお越しくださいました。善喜と申します。今回ご紹介させていただきますのはハートさんから発売されておりますガンプラ入りラウンドボックスになります。なんかこういった商品を見るともう今年も残り少しなんだなぁなんていうふうに思ってしまいますよね。ふとそうやって考えてみますと、つい 1,2 週間前まで何もなかったようなところで急に道路工事が始まったりしてますので、もうすぐ12月、もう本当に今年も終わりだなーって気分になってしまいます。で、今回ご紹介するこのラウンドボックスなんですけども、去年も発売してましたね。ただ私の場合、去年発売を知ったのがかなり遅くてですね、もうそのタイミングでは店頭からもネットからも売り切れておりまして、買えずにいたもんですから、今年こそはという思いで意識はしておりまして、ただそうは言いましても、実はいろんなこともあってスコーンと忘れてたんですけども、たまたま全く別件で行った近所のイオンの店頭に並んでたのを見つけて、即2種類購入してまいりました。ではパッケージラインナップの方をご紹介していきますけども、今回のラインナップはガンダムとストライクルージュですね。ではまず左の方、こちらガンダムですね。大きさこのぐらいとなっております。側面ぐるっと、まあ、ラウンドボックスが丸くなっておりまして、 RX78 にガンダム、今回スノーカラーバージョンということで、こんな青と白を基調としたデザインとなっております。でぐるっといきますと、こちら側に、まあ、ガンプラいろんなロゴが並んでおりまして、でこれが多分完成品の写真ですね。シールドとビームライフル装備しております。でもう片方のこちらがガンダムシードの方のストライクルージュカガリウラアスカ専用機ですね。こんな感じになっておりまして、まあ、ガンダムがスノーカラーバージョンだったので、こっちのストライクルージュの赤と紅白で非常におめでたい、そんな感じがしますよね。ぐるっとしてこんな感じになっておりまして、同じくロゴが並んでおりまして、こちらにストライクルージュ持ってるのはダガですね。このルーズじゃなくて通常のストライクもエントリーグレードで出てるんですけども、最初なんでわざわざシードがこのタイミングでエントリーグレードにラインナップしたのかなと思ってたんですけども、いろいろ調べてみてましたら、来年2022年がガンダムシード放送20周年なんですよね。そう考えると、今後もガンダムシードとか、なんだったらシードディスティニーの方のキットもいろいろたくさん出るんじゃないかななんて思っております。では中身の方も簡単にご紹介してまいりますが、まずはこちらガンダムの方ですね。ここの部分をパカッと開けまして、でガンダムの方はまずこちら、じゃん、コーンポタージュスナック連邦とジオンのカラーリングになっております。これが2個入ってますね。でキット本体の方はこんな感じで、おお、これスノーはスノーですけれども、こういったところはシルバーの成型色、あとはこれのウエストのところとか綺麗なブルーになっております。で反対側の方に、お、結構鮮やかな白ですね。まあエントリーグレードなので分量としてお手軽ですし、私が以前このチャンネルで購入してご紹介したエントリーグレードは武器なしのライトパッケージだったので、個人的には非常に楽しみだったりします。まあ説明書はこの際ちょっと割愛させていただきます。でもう片方のこちらストライクルージュ、こちらも開けていきます。でこちらの方はこの同じコーンポタージュスナックなんですけれども、こちら連合とザフトとオーブ3種類のロゴとなっております。これも同じようなコーンポタージュスナックが2個入っております。でキットの方がこちらで、お、こんな感じで胸部丸とか結構濃い赤ですね。ここにグリーンのクリアパーツもあります。でこんな感じで関節パーツとかがありまして、反対側こちら、お、かなり綺麗なピンクですね。今何の偶然かガンダムシードとガンダムシードディスティニーを頭から見直しておりまして、カガリウラアスカこのストライクルージュに乗ってたシーンとかも結構印象に残っております。中身2種類はこんな感じですね。では早速両キットをコーンポタージュスナックでも食べながら早速作成して完成品の状態ご覧いただきたいと思います。何パターンかご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。
で、今回のこのラウンドボックスなんですけども、冒頭にもちらっと話したみたいに、私がこの商品を店頭で見かけたのが、実は11月の25日、ちょうどクリスマスの1ヶ月前なんですよね。ですので、そのタイミングで発売になったものだと勝手に思い込んでいたんですが、改めて調べ直してみましたら、この食玩、10月の15日、もう今から1ヶ月以上前、ものすごく今更なご紹介にはなってしまったんですけれども、そんなに前に発売になってたんですね。全然気づいておりませんでした。去年もそんなタイミングでしたけど、ちょっと去年のことも忘れてしまったんですけれども、ただこの商品店頭で置かれてた時にこのキットだけ置かれてるわけではなくって、いわゆるクリスマスの時によく見かけるあのでっかい長靴にお菓子が入ったの詰め合わせですね、ああいったものと同じ場所に置いてたものですから、明らかにクリスマス商戦狙いのキットだと思ってたんですけれども、それをこのタイミングで購入できたっていうのは、まあある意味幸運って言っていいんでしょうか。もしくはハートさんの方がどんどん増産してくれてるのか、地元のイオンがクリスマス商戦まで在庫を残しておいてこのタイミングで並べたのか、あるいはただ単に私の住んでるところがど田舎でなかなか注目されずに売れてなかった、そんな可能性もありますよね。ただまあ去年買いそびれてたので、こんなタイミングとはいえ個人的には購入できて非常に嬉しかったです。では改めましてキットの方をご紹介していきますけども、特にガンダムの方、白背景で白いガンダムってちょっと見づらくなってて申し訳ないんですけども、ちょっと一時的に手かなんかでかざしてみると、こんな感じの上半身下半身のデザインしておりまして、まあいずれにしましても両方のキット、すでに普通のキットとしてエントリーグレード発売されているのでお持ちの方も多いと思うんですけれども、改めてこうやって2体のガンダムを並べてみますと、同じガンダムというモビルスーツでありながら、このスタイルの違いに時代の流れを感じますよね。ではまず、ガンダム、スノーイメージカラーの方からご紹介してまいりますが、付属品としましては武器がガンダムシールドとビームライフルですね。まずこちら、ビームライフルの方、シルバーの成型色のみです。まあ、ちょこっとスミルすればかっこいいかなって気もしますけども、この照準器のところがこんな感じで稼働させることができます。で、ここの部分のグリップで手に持たすことができます。で、もう一つありますのがこちらがガンダムシールドですね。スノーイメージカラーということで、内側の方も青色に、ここの十字のところもクリアブルーってとこでしょうか。非常に綺麗なカラーリングになっております。反対側がこんな感じで、今グリップ横にしてありますけれども、その時にはこのピンで背中にマウントすることができますし、手に持たす時にはここのグリップをこちら側に一旦外して、で、向きを変えて、差し込んで、で、このグリップで手で持たせて、で、このピンで腕横にマウントするということになります。では、先にもうガンダムのキットの方をご紹介してまいりますが、こんな感じですね。まあ私も通常カラーのガンダムのエントリーグレード、武器の付いてないライトパッケージでしたけども、それ持ってますけども、このスノーイメージカラーっていうのは非常に美しいんですよね。ちょっと頭見づらいです。こんな感じにしておきますけれども。で、あれこの、なんといっても目の下のこのクマのところですね。黒く見えるところが、クリアランスの影によってそういったカラーを再現している。この辺の工夫も素晴らしいですよね。で、あと全体的なカラーなんですけども、ここの胸部ですね。ここのシルバーが思ってた以上に明るいので、全体的に非常にこう澄んだイメージのガンダムになってますね。で、可動についてはちょっと特筆すべきところだけ簡単に抜粋しますけども、まず頭部については頭部側と胴体側2箇所のボールジョイント。結構埋まって見えるんで可動少なそうに見えるんですが、まあ前は確かにこの顎の部分がぶつかるのであんまりいかないんですけども、後ろはですね、思ってた以上にこう仰ぎ見ることができますので、かなり柔軟なポージングが取れると思います。で、肩につきましても、この状態からぐるぐる回るだけじゃなくって、この肩の部分ですね、上が横方向に展開させることができますので、この状態から腕を真上で持っていけば、例のファイナルシューティングのポージングをすることができます。で、胴体につきましては、ちょっと変わったボールジョイント接続。この青いパーツ、上と下、繋がってなくて、それぞれ別々にボールジョイントで接続されておりまして、上側が後ろ、下側が前ってとこでしょうか。そういった感じでこのウエスト部分が構成されているので、この状態から前については、こんな感じ。ちょっと後ろ開いちゃいますけれども。で、後ろについても、こんな感じで。このサイズのキットにしてはかなり柔軟な可動範囲だと思います。で、腰回りですけども、フロントスカートにつきましては左右連動して、一緒にガバッと前に向けることができます。で、サイドスカートについては接続ボールジョイント、真横まで展開するわけではないんですけども、脚部の可動範囲の妨げがならないぐらいまでは大きく動かすことができます。リアスカートは動かないですね。で、この状態で太ももにつきましてはボールジョイント接続。中のこのシルバー、このパーツですね。ここで接続されておりまして、この状態から前とか。で、後ろは、まあ、このぐらいまで。で、ここの部分に一緒にロール回ってぐるぐる回りますし、膝についた二重関節。こんな感じのかなりダイナミックなポージングをすることができます。まあ、この辺ほとんど通常のガンダムのエントリーグレードと変わらないので、てか多分構造は全く同じですよね、通常のものと。で、あと足首につきましても、真ん中のこのシルバーのパーツ。これを起点として、すね側とつま先側の接続。後ろについてはこのぐらい。前については、ここまで大きく角度変えることができます。ダッシュしてるポージングをバッチリ決めることができますね。そしてこのガンダムに限らず、後でご紹介するストライクルージュもそうなんですけども、スナップフィットキットな上にタッチゲートなので、何の道具もいらずに普通にパチパチちぎって組み立てるだけで、お手軽にこのスタイリッシュなガンダムができるっていうのはやっぱ素晴らしいですよね。まあエントリーグレードだけのことあるんじゃないでしょうか。
ただまあそうは言いましてもやっぱりゲート跡が残らないわけではないので、ニッパーで切るというよりもゲート跡を処理するためのデザインナイフかなんかがあるとやっぱりいいかなと思いますね。ではついでなんでこのシールドを腕ですね、手のところここに持たせて、で腕横のここのピン7のところに接続、団体の腕にビームライフルを持たせて、こんな感じで立たしておけば、もうまさにホワイトベースのハンガーの中にいるような状態で、このカラーっていうのもかっこいいですよね。ガンダムがこんな感じ。次にガンダムシードのストライクルージュですけれども、付属しますのはこちらコンバットナイフアーマーシュナイダーが1対2本ですね。両手持ちができるようにちゃんと2つ付いております。で本体キットの方がこちらですね。すでにこのカラーではないストライクは通常のエントリーグレードで発売されてますので、お持ちの方も多いかと思います。とかなんとか言う前にこのキットも、ね、1ヶ月以上前に発売だったものなので、お持ちの方さらにもっと多いかと思うんですけども、やはりカガリュラアスハの専用機ってとこでしょうか。この薄いピンク色非常に綺麗なんですよね。で稼働とか構造については多分通常からあのキラヤマとかシードの冒頭に乗ってた頃のストライクと同じ構造だと思うんですけれども、まあ一応これについても個人的におっと思ったとこだけ抜粋してご紹介してまいりますが、まずは頭部はこんな感じ。ガンダムに比べると顔一回り小さいんですけれども、この顔でこの部分ですとかこの部分ですね、細かいところまで綺麗に色分けというかレリフで、この後ろもそうなんですけども再現されてるんですよね。で頭部につきましたガンダムと同じく頭部側がボールジョイント、胴体側もボールジョイント。でこれも前側はそうでもないんですけれども、この上方向ですね、青い目で描くことが結構大きく見ることができますので、かなりポージングの幅は柔軟じゃないでしょうか。あ、ちなみにこの目のところはこれグリーンのクリアパーツです。で肩につきましてはガンダムがこう上下の可動がありましたけれども、ストライクルージュ、まあストライクも多分そうだと思うんですけども、こちらについては上下の可動ではなくってこの前後のスイングカードになっております。でこの肩のパーツについては肩本体と接続されておりまして、この状態これ上には行かないんですけども、下に下げることができます。逆ですね、腕を上げた時にこの肩の位置のままで腕をほぼ水平でちょっと前で上げることができます。まあ真上に上げるんだったらこう回せばいいだけのことではあるんですけれども、で、あ、この状態なら分かりやすいですね。この真ん中の軸、これが前後にこんな感じでスイングする可動があります。で胴体ウエストなんですけれども、まあ、これエントリーグレードの傾向といいましょうか、ボールジョイントの接続ではあるんですけども、こう胴体に対してこう真ん中にボールジョイントがあるわけじゃなくって、前もしくは後ろ側に寄った感じでボールジョイントが接続されてますので、この実はウエストの部分、この上の赤いところとこの下のピンクのところ、これの接続もこのお腹側、前側のボールジョイントの接続になってますので、この状態から一番下腰のところのボールジョイントだけでこう上を向けると、前に向けるときには腰とこの腹部ですね、ここの2箇所のボールジョイントでこの2段階な感じでうつむけることができます。で腰回りにつきましては基本的なスカートの可動はガンダムと同じですね。フロントスカートは左右連動して一緒に動きますし、左右のサイドスカートについてはボールジョイント接続、真横まで向けるほどではないんですけれども、足を大きく開く際に干渉を避けることができます。で太ももの接続についてはこれはガンダムと同じです。前後に大きく動きますしロールもあります。で膝につきましては二重関節、グイッと曲げればこちらの方も大きく曲げることができますし、つま先についても基本的な構造はこの真ん中にありますこの黒いパーツですね、こことすね側が前後可動のジョイントで、つま先についてはボールジョイント、この状態から後ろとか前かなり大きく動かすことができます。でガンダムと似たようなこのなんていうんですかね、このすねと足首の間のここのくるぶしあたりのパーツ、これについてガンダムはこの前側のボールジョイントでしたけども、ストライクの場合は右足と左足で違いまして、左足の場合はこの左側面というかこちら側のボールジョイント接続、反対側には何もありません。ですのでこう足を大きく開いて足首の角度を変えた時に、ここの部分についても向かって右側を起点にして上下に少し角度を変えることができます。まあ、足首の角度に追随させるためにこういった肩側の接続になってるんじゃないかなと思います。ただこのキットを作って改めて思ったんですけれども、初代ガンダムからこのガンダムシードまでもう何年も間が空いてますけれども、デザインもそうですけども、結構ガンダムってベースのデザインは変わってないのにスタイルの変更というか目覚ましいなってつくづく感じるんですよね。人気コンテンツだけにどん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 そのブラッシュアップされていくのはわかるんですけども、同じガンダムという名称のついたロボットでありながら、ここまで大きく様変わりしながら、それでいて初代の造形というか衣装をきちんと残しているっていうのもガンダムが長く愛される理由なんじゃないかななんて思ってしまいました。では最後このアイマーシュナイダーを両手に持たせます。説明書の方でも右手の方が順手、左手の方が下がってみたいな案内になってましたね。こんな感じでアイマーシュナイダーを持たせて一緒に並べて、ちょっと近くの方でこんな感じで並べておきます。でちょっと目線なんかをこっちもらっちゃったりなんかして、かなり今更のご紹介にはなってしまいましたが、ガンプラ入りラウンドボックスガンダムスノーイメージカラーとストライクルージュはこんな感じでした。
というわけで今回はガンプラ入りラウンドボックスご紹介させていただきました。発売から1ヶ月以上経って今更購入して機器として紹介している自分の姿っていうのもまあ恥ずかしいっちゃ恥ずかしいんですけれども、ただ何度も言っておりますように去年これ買えなかったですからね。私の場合はそれをちゃんと今年は2種類ともに購入することができた。しかも発売から1ヶ月以上経った11月のこのタイミングですからね、私自身としては嬉しかったですし満足しております。で、改めてネットの方でこちらの食玩いろいろ調べてみますと、まだそこそこ在庫があるようです。これはハートさんが増産してくれてるのかどうなのかってよくわからないんですけれども、ただ年を越すことは多分ないと思いますし、このカラーリングのキットっていうのもこのラウンドボックス限定のものだと思います。ガンダムがお好きな方、ストライクルージュがお好きな方、店頭やネットでお見かけの際にぜひとも去年の私のように後で後悔する前にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録合わせまして私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。